はい、K キングワールドです。今日は、1月17日ということで、阪神大震災がね、29年前に起こった年ですけれども、日ですけれども、新長谷でね、一番被害の大きかったところでちょっとイベントやってるので、それをちょっと見に来てます。誰かね、芸能人来てますね。ちょっと覗いていきます。それで取れ方は左側の通路からお願いします。そうは左側バッターのインコースにきっちりボールを攻めるということだから、バッターってのは攻められると弱いんですよ。ピッチャーが逃げてくれればもうストライクを待ってるとき出るんですけど、これが攻められるとバッターってすごくボールの見極めがしづらくなる。で、阪神の先発ピッチャーってのは大体3球投げるとワンボールツーストライクというバッターを追い込むカウントを作りますよ、はい、だから投球回5回投げて村上が70球でしょ。そうですね、阪神のバッターフォアボールが多いので全部のピッチャーは5回で終わった時点で野球で投げるんです。このカウントを投げさせたノリピーですね、高井のり子ですね。はい、最後はね、鉄人28号のね、有名なモニュメントですね、長田の。ここでもね、いろいろイベントやってますね。なんかね、鉄人28号、もう何年経つんだろうな、これ。20年くらい経つのかな。初めて見たときはね、びっくりしましたけどね。本当に、こんなロボットがいたら、すごいですけどね。まあ喧嘩とかいろいろしてますね、今ね。女の子6歳、募金してますね。火で火を灯してやってますね。鉄人28号ね、慰霊碑ですね。29年か、早いですね、29年か。一夜がなんか弾いてますね。作った後ろ側か、こっちから見たらこんな感じかな。足があってね、じゃあこれにて今日のKキングワールドは終わります。ありがとうございました。